まりましたよ。モアイの東方人形劇最新バージョン実況プレイ、イースター等。私実況のモアイ像です。どうぞよろしくお願いします。どこかで聞いた始まり方とか、ぶっこんだら負けです。死にます。主に私が。さて、まずはじめにこの人形劇のバージョンなんですが、非公式のものも入ってるので、ストーリーの内容が微妙に違います。ネタバレはなるべく避けたいので、マイリストに明記しておきました。ここも、操作の説明じゃなくてストーリーの説明になってますね。じっくり見たい方は、一時停止か現物をプレイして、確かめてください。どうでもいいけど、ひらがなとカタカナだけじゃ、どうにも読みづらいよね。あと、ウプ主はメリートレンコに関しては、名前だけ知ってる程度の知識しか、持っていません。ですが、他の東方の知識に関しては、全作品プレイしているので、それなりにわかると思います。だからどうしたの?とか言わないでください。泣きます。嬉しくて泣きます。こんにちは。だがジジイには用はねえ。話いつも長いんだよ。お、ホイホイだ。ちっこいホイホイだ。しかもブカブカワイシャツとか、ホイホイ度が上がってホイホイチャーハンになってるじゃないか。だがいいセンスだ。けどジジイが持ってるのが気に食わない。このロリコンジジイ、うどんげファンの人たちに謝れ。選択が一つしかなかったから選んだけど、この子がレンコだよね。間違ってたらさあせん。本当なら名前をスネークとかにしたかったんだけど、ファンの人に怒られそうなのでやめておきました。こっちはライバル、ってことは、メリーになるのかな?確か、メリーって本名めちゃくちゃ長かったよね?覚えてないけど。いや、声かけなくていいです。警察に通報しますよ。はい、ここから色々と編集入ります。しかし懐かしいですね。確か、私の記憶が正しければ、パソコンの中に傷薬が。は?何これ、ビール?お酒?でもアイコンは傷薬。さすが東方、お酒を飲んで回復するとは、私の想像をはるかに超えた設定です。他にもこんなアイテムがあるのかな?今から楽しみです。さて、傷薬。もとい、ビールも取ったことですし、早速外へ出て草むらへと向かいましょう。おー、懐かしのマサラタウン。初めてポケモンを購入して、プレイした時のことを。いやあ、ロリコンジジイ、何しに来た、声かけんなって、言ったでしょ?バカなの?死ぬの?てかゆっくりしね。どこへ連れて行こうというのかね?やめて、変なとこ触らないで、叫びますよ。じゃあって叫びますよ。メリー、お前も無理やり連れてこられたのか?変なことされなかった?てかいきなり連れてきて、一体何を言ってるんだこのジジイは?そんなことは聞いてない。早くお家に帰して。え、何?ポケモンくれるの?よし、とりあえず3匹の中から、1匹だけでもこのジジイから解放してあげないと。まあ冗談はこれくらいにして、誰を選ぼう?これは霊夢かな?大丈夫、お前だけは何があっても選ばない。私はお前が大嫌いだ。次は咲夜さんか、最有力候補。てことは隣にいるのは。おお、やっぱりガベだ。マリサだ。でもどうしよう。決めた。咲夜さんにします。本ニックネームはつけないようにしますね。さて、メリーは何を選ぶのかな?マリサを選んでくれれば嬉しいんだけど。いやあ、ダメ、そっちダメ、マリサを助けてあげてー。なんてこった、マリサごめん。でも、君ならきっと逆にジジイを、マスパでほふってくれるよね?大丈夫だよね?さて、もらうものももらったことだし、いざ冒険の旅へー。おお、ああ、そういえば、ここを出る前にライバルとのファーストバトルがあったんでした。
よし、憂さ晴らしも兼ねて、霊夢をボコボコにしてやろう。出やがったな。お願いします、咲夜さん。完璧で勝者なメイドの、力を見せてあげてください。うるせえじじい、戦闘中に、話しかけんなど素人が、戦闘中は、アイコンタクトかボディータッチが基本だろ。でも触ったりこっち見やがったら威嚇なしで、蜂の巣にしてやる。は、いきなりはたくか。最初のバトルってのをわかってないな、霊夢。最初のバトルは一回だけ、相手の能力を下げるとあっさりと勝てるんだよ。弾幕勝負では最強かっこ笑いなお前も、ポケモンバトルとなれば話は別だ。で、なんだこれ？なんでこんなにダメージ高いんだ？まさか、こっちの世界にでも最強補正がかかってるの？あんまりだ、がっかりだ、絶望した。お、でもこれは倒せるかもしれない。咲夜さん頑張。あ。負けた。霊夢に負けた。しかもジジイには情けまでかけられた。鬱だ、これほど鬱なことはない。何より、咲夜さんごめん。最初から黒星スタートなんて、最悪な出だしにしてしまって。でも、モアイ像は砕けない。奴と戦う機会はまだまだあったはずだ。今回は負けたけど、残りは全部ガチ星で飾ってやる。よし、気を取り直して旅に出よう。いつまでこんな悲しい BGM 流すの？こっちは立ち直ってるのに、空気読めよ。そうだ、忘れ物をしていた。これ、あんたに届け物だ。え、いつの間に取りに行ったのかって？ムービーメーカーって便利ですね。違和感のないカットもお手のもの。と、ここで初めてメリー登場の BGM が流れました。個人的にかなりお気に入りです。本当人形劇の作者さんたちは、いいセンスな人たちが多すぎです。ビッグボスとオセロットがこの動画を、見ていたら、いいセンス弾幕で溢れ返ってるでしょうね。てかこのジジイは、私たちに何を押し付けようとしてるんだ？図鑑、何？これで一体何をしろって言うんだ？あれ？ここでボールもらえるんだ。確か、昔のレッドではもらえなかったはず。ゆとり仕様ですね。なんか変な名前が見えた気がしますが、気にしたら負けです。それにしても、このジジイは私たちに何をさせるつもりなんだ？なんだ？自分にできないことを子供に丸投げする気か？これだから大人は嫌いなんだ。自分にできないことを、平気で息子や孫に押し付ける。そうやって人生を無茶苦茶にされた子供が、一体何人いると思ってるんだ？失礼。なんかいろいろ本音が出てしまいました。さあせん。とりあえず、図鑑を完成させることになりました。基本、出てくるモンスター、元い人形は、すべてゲットしたいと思います。あと、使いたいモンスターは、動画中に、〇〇使って、とかコメントしてくれれば、私の独断と偏見で選びます。なお、霊夢を含む、私が嫌いな東方キャラクターは、咲夜さんのナイフでめった切りにされることはあっても、使うことはまずありえないので、霊夢、天使、あや、かなこ、さな選ぶな方がいたら、ごめんなさい。それでは、訪れがひどくなる前に、最初の草むらで人形を、ゲットしたいと思います。何が出るかな？何が出るかな？チャララランちゃん、チャラララン。チビチェン、はい。それでは早速、弱らせてから捕まえます。にしても、相手のタイプがわからないのは、斬新ですね。私は金銀までしかポケモンをやったというほどやってないのですが、大体の弱点、どいつがどのタイプぐらいかは覚えています。でも、この人形劇では、一切その知識が通用しない。まさにネイキッド、丸裸の状態。
まあ、ひっかくしか覚えていない状況で、弱点もクソもないんですがね。はい、陰陽玉？確かにモンスターボールは紅白ですがってすげえ。何これ？ボールが陰陽玉？すげえ、これは面白い。いい歳こいてはしゃぎまくりですよ。とりあえずチェンをゲット。ラン様を捕まえたら、二人っきりのボックスに入れてあげますね。え、使わないのかって？使う予定は今のところないです。とりあえず、使う気のないモンスターは捕まえるだけとなってしまいます。育った状態が見たい方は、原作をプレイしていってね。さて、次の人形。BGM で大体わかってしまうと思いますが。そうです、ミスチーです。確かミスチーは、初めてニーハイを履いて登場した東方キャラでしたよね。やっぱりコウマ、ヨーヨームの頃は、ニーソはまだ萌え要素としては、未熟だったんですかね。まあそんなこと言ってる間に、ちょうどいいぐらいの HP になってきました。話は変わりますが、モンスターボールを投げるとき、気泡によってボタンを連打することとかよくありましたが、皆さんはどうでしたか？私はレッドの頃は、ボールの揺れに合わせて、タイミングよくボタンを押したりしてましたね。金銀では、押しっぱなしだったかな？今思うと、そんなことやってもゲットできる確率は、変わらないのに、何でやってたんだろうと思うことがあるわけですが。実は今、ミスチーを捕まえるとき、ボタン押しっぱなしにしてました。時が経っても、人間変わらないものですね。さて、今回はここまで。次回はライバルとのセカンドバトルで会いましょう。実況のモアイ像です。とりあえず昨夜さんのレベルを見てくれ、こいつをどう思う？すごく高いです。時はの隣にある草むらでモミジを見つけたんですが、ホエルしか使ってこなくて、延々とゲットできずにさまよっていたら、こんなレベルになってしまいました。進化した上に技もこんなに増えてしまいました。鋼タイプの技が多いですね。あと、タイプも氷だけじゃなくて、鋼も追加されました。序盤で鋼タイプとか、どんなチート？金銀の時の鋼タイプは強すぎて、私のクラスでは使用禁止条例が発令されていました。人形劇でどうかは知りませんけどね。さて、結局もみじを捕まえられてないままですが、これ以上レベル上がっても困るので、先に進みたいと思います。睨みつけるを消してしまったのは痛いかもしれませんが、メタルクローで攻撃力が上がるので、まあよしとしましょう。何？ってことはもみじも捕まえたってことか？やるなぁ。だが勝負とは無関係だ。今度こそ霊夢をボコボコにしてやる。さあかかってこい。主人公補正が戦力の決定的差でないことを証明して、何？あや？あやが出るのか？いや、そんなはずはない。お、おのれー、チートか？チートなのか？だがちょうどいい。お前主人公でもないくせにちょっと出しゃばりすぎなんだよ。それと、上から目線で物を言う態度が気に食わない。そういうやつを蹴落としてやるのを、私は生きがいにしてるんだー。職場でそれやったらクビになったけどね。まあ、そこも薄ぶれたからよかったけど。まあまあ。さて、次は本命だ。まあこれだけレベルもあるし、負けることはまずないでしょう。で、多分だけどこいつノーマルタイプだよね。霊夢だから飛行混ざってそうだけど、とりあえず二度蹴りで蹴り倒します。どうやらノーマルタイプのようですね。飛行は進化してからかな？とりあえず、リターンマッチ成功。これで一勝一敗ですね。タケノコ？そんなに珍しいものなのかな？確か、幻想郷の外って、未来って設定だったかな？だから珍しいのか。
よろしい、ならば私も先へと進もう。次は時はの森、どんなモンスターが出てくるか、とても楽しみです。というわけで、やってまいりました、時はの森前です。もみじはとりあえず保留、いずれ必ず捕まえます。さて、時はの森ということは、リグルとかヤマメが出るのかな？おっと、知ってる人はネタバレしないでくださいね。さて、まずは記念すべき1匹目。おや、これは、スターサファイア？あの無敵のスターサファイア？無敵のスターサファイアで、なんとかしてくださいよー。ちなみに三月星のキャラたちは、あまりよく知りません。同人の、戦国幻想郷で初めて見たぐらいかな？とりあえず、昨夜さんで攻撃したら確実に、一撃で倒してしまうので、全く育ててないチビメディで、弱らせます。まずい、逆にこっちがやられそうだ。頼む、なんとか毒ってくれ。オッケー、メディナイス、よくやった。さすが毒タイプ、アーボック使ってた、あの頃が懐かしい。昔は、よく毒タイプ使ってたなぁ。どんなメンバーにも、必ず一体は入ってた記憶があります。特にアーボックは、強力な状態異常技を、覚えるので大好きでした。よし、とりあえず無敵のスターサファイアゲットを。しかし、スターサファイアがいるってことは、他の2匹もいるのかな？とりあえず探してみましょう。でも、そうなるとここにはリグルとか、ヤマメみたいな虫タイプはいないのかな？もしかしたら、チルノとか、ダイちゃんもいるかもしれませんね。と、スターは水タイプのようです。青いから？それとも、何か水にゆかりのあるキャラクターなんですかね？漫画とかは、一気読みが大好きだから、三月星はずっと読みたかったけど買わなかったんですよ。もう4巻ぐらい出てる？おお、今度はルナチャイルド。この2匹が出たってことは、サニーも出るってことですね。虫タイプが出ないのが残念ですが。まあ、原作と同じでもつまらないですし、やっぱり人形劇の作者さんたちはいいセンスしてますね。とりあえず、さっきみたいに弱らせてからゲットしますね。で、スターサファイアは水タイプだったから、色的にこいつは電気かな？まだ色で判断するのは早いかもしれませんが、案外そんな感じかもしれませんね。見た目や外見で判断するのは、ど素人の仕事、とどこかで言った記憶がありますが、ぶっちゃけこの世は結構見た目で、判断できます。曲がった字を書く人は、大体性格も曲がっていますし、暗い服装や、地味な服装をしている人は、大抵性格まで暗かったりします。見た目で判断できないなんて、状況に陥るのは、中二漫画かゲームの中だけですよねー。とりあえず2匹目をゲット。さて、次はサニーミルクを探したいと思います。いや、ごめん、お前はもう捕まえちゃったんだ。しかし、サニーミルクって名前、なんかちょっとエロ可愛いですよね。前にそんな感じのエア同人誌を、見たことがあります。やっぱり虹では、そういう扱いなんですか？さて、今度こそ。いや、そういうの、いらないです。もしかしてあれか？エロ可愛いから出る確率低いの？ありそうだ。確か、ネットではビードルとかが出やすくて、キャタピーが出にくいとかありましたよね。あれと同じことなのかな？とりあえず、サニーを捕まえるまでは行きたいと思いますので、若干だるいかもしれませんが、お楽しみください。そういえば、ルナチャイルドの属性は何だったんだろう？ちょっと確かめてみますね。お、予想通り電気タイプ。ということは、サニーは色的に炎かな？序盤で草、水、炎、電気の4大属性のうち、3つの属性が手に入るとは、結構優しいですね。昔は最初に人影を選んで、たけし戦でめちゃくちゃ苦戦した記憶があります。
でもこれなら、霊夢みたいなノーマルタイプの人形を最初に選んだとしても、大丈夫ですね。しかしなかなか、待ちに待った時だった。多くの英霊たちが、無駄死に出なかったことの証のために、ポケモンよ、私は帰ってきたー。で、先ほど忘れませんでしたが、鋼タイプは水と炎にはあまり効果がないようですね。金銀では確か、半分以上どころか、大抵の属性ダメージを半減した上に、ほとんどのモンスターにダメージが、普通に通っていたはずです。私の周りでは、鋼タイプはチート扱いをして、対戦で使うことを禁止する条例まで、発令されたほどです。水タイプと炎タイプへの攻撃は、金銀の衣効果が今一つでしたが、他にも増えてるんですかね？それとも弱点が増えてる？もし強いままだったら、あまり使い続ける気が起きないというのが、本音ですが。さて、時はの森はこんなところですかね？いつの間にか、昨夜さんのレベルも上がって、ショタッコリブルンまでメンバーに入ってます。サニーたちが働いてくれたようですね。あと、ルナチャイルドは、風の噂で物拾いという、アイテムを拾ってきてくれる便利な能力を、持つ場合があると聞いていたために、ゲットし直しておきました。そして、ついに昨夜さんがナイフ投げに、続く東方関連の技を、覚えました。エフェクトもオリジナルなのかな？次のジム戦で、早速使ってみますね。さて、次はニビシチ。あの、お前ら人間じゃねえ、が、口癖のジムリーダーがいる街ですね。次の動画では、ジムリーダー戦の実況をしたいと思います。人形撃発のジム戦、一体どんなモンスターを使ってくるんだろう。いつも通り岩タイプ？ちょっと楽しみです。それでは、残りの時間は使ってほしい人形。あと、声のスピードが速いぞ、とか、できれば〇〇をやってほしいなどの、要望を、こちらへお願いします。聞けるかどうかはわかりませんが、できる限り善処しますね。それでは、ミスチーの心地よい鳴き声も、聞いたところで、お別れにします。私実況のモアイ像でした。オープレゼンティックバイレッツ東方。ここまで見てくれてありがとう。スペルカード、発動？See you, bye bye.時はの森を抜け、いざ最初のジム戦へ。はい、始まりましたよ。モアイの東方人形劇ゆっくり実況プレイ、スタート。いきなりたけしの前からスタートです。訪れが激しくなる前に、さっさと倒してしまいましょう。おお、スイカだ。ってことはスイカは岩タイプ？しかし、最初からレベル15の人形を、繰り出してくるとは、お前人間じゃねえ、思いっきりゆとり殺しじゃないか。二度蹴りが効果抜群。やっぱり岩タイプか。で、なんだこの BGM？すげえ、これは熱い。UNO 円のポケモンアレンジじゃないか。うますぐる。ちょ、おま、ラメー。スイカに、お酒とか、回復どころか攻撃力とかまで倍増しそうじゃないか。おお、プライベートスクエアのエフェクトが、変わってる。しかも凍った、時を止めたってイメージなのかな？は？前回の桃？ああ、なんでも直しか。しかし、序盤でやっぱり鋼と氷は強すぎる。でも、花田ジムで苦戦しそうな予感がしないでもない。おお、次は遊戯かってなんじゃこりゃー。体操服、まんま体操服、
正直、原作のままの大きさで体操服なんて、着られても、ママさんバレーにしか見えないとか、思ったけど、こっちは可愛い。でも、やっぱり遊戯はお姉さんキャラの方がいい。オッケー？難なく勝利。しかし、昨夜さん一人にレベル上げを集中させたのに、あまりレベル差がありません。昔のレッドもそうだったっけ？歳かな、うまく思い出せない。まあ何はともあれ、グレイバッジをゲット。次はお月見山だっけ？確か、お月見山には、時はのピカチュウに続くコーレアドポケモン、ピッピがいたはずですよね。まあお月見山ってことで、何が代わりに出るかは、大体予想がつくんですが、他にどんな人形が出てくるか、楽しみです。そろそろ、昨夜さん以外にも真面目に人形を、育てたいですしね、気合を入れてプレイに当たります。そういえば、お月見山には、あの人間じゃねえ、人たちもいるのかな？悪の秘密結社なのに、銃も何も持たずに、子供にポケモンバトルで任されたぐらいで、諦めちゃう情けない集団。そんな奴らが東方キャラなんて、使ってたら、ますます迫力がなくなって、情けなさアップですよねー。それと、どこにも明記してありませんでしたが、基本トレーナー戦とレベル上げ、レアポケモン入手の様子は、カットします。ただ見ててもだるいだけですし、何より喋る話題を見つけるのが一苦労です。ね、簡単でしょう？お月見山前のポケモンセンターです。途中で、テイの捕獲に成功しました。あと、ポケモンセンターの隅にいるジジイから、妖精を買い取りました。てことはコイキング役？進化したら大ちゃんになるのかな？まあそれでも使う予定は今のところありません。ああそれと、走れる靴をもらいました。おそらく、自転車よりは遅いと思いますが、これで進行スピードを上げることができますね。でも、別に靴履き替えなくても走れますよね？革靴とか、エナメルの靴とか履いてたのかな？冒険の旅に出るのにそんな靴、履いてくるなよって話です。さて、早速お月見山で1匹目の人形と遭遇。この子はルミアですね。予想外です。岩山トンネルまで出ないと思ってました。もしかしたら、あそこのボスモンスターとして出るんじゃないかと、勝手に想像してたレベルです。しかしちょっと待て、効果は抜群。悪タイプじゃないのかな？いや、もしかしたら悪タイプが鋼に対して弱くなってる？いいや、とりあえず今は、そんなことは置いておいて。まずい、やっぱり昨夜さんのレベルを上げすぎた。どの技使っても一撃じゃまいか。何より問題なのは、昨夜さんしか育ててなくて、他の人形たちのレベルが、ゲットした時と変わっていないって、ことだ。これはまずい。非常にまずい。くそ、なるべくこんな真似はしたくなかったんだが、瀕死覚悟で特攻させるしかありません。なんだこれ？カブト？いや、違う、ポケモンはすべて東方キャラに入れ替えてあるはず。で、ああ、この子は、地霊伝のステージ1に出てくる、エリクサー兄弟、って言いながらぶら下がってる解消恐怖症の、幼女、キスメだ。オケ採用、キスメを育てたいと思います。頼むネジ、なんとか毒状態にしてくれ。くそー。しかしこいつ、めちゃくちゃ硬い。こういう方のキャラなのかな？マス系の技と、怪しい光を覚えれば、相当強い子になりそうだ。オッケー？毒のダメージの方が頼もしいです。もう少し、あともう少しダメージを与えたら捕まえてみようと思います。よし、そろそろかな？オッケー、ゲット。それにしても、地霊伝のキャラクターたちは、コメントしづらい。未だネタやキャラクターの設定を、把握しきれていないもんで。さて、それでは最後にルーミアをゲットしたいと思います。早速来ましたね。とりあえず、いつも通りメディで毒らせて、捕まえる戦法でいきます。舌で舐める？やばい、食べられる。
子。これは、味見をしているんですかね。まずい。このままではネギが食べられてしまう。そうなったら毒どころの騒ぎじゃない。ダメ、食べちゃダメ。彼女は体から常に毒を発してるんだ。言わんこっちゃない。食べる前に回収しないと。よし、妖精、君に決めた。ルーミアを弱らせてくれ。お？ああ、そういえば、ノーマルタイプにはゴーストタイプの技が無効なんでした。きっとノーマルタイプは、味がノーマルすぎてルーミアの好みじゃないんですね。それと下で舐めるは確か、一定確率で麻痺状態になってしまうんでしたよね。ルーミアの生態系の一つが、これで明らかになりました。まずルーミアは獲物を見つけると、味を確かめつつ麻痺らせて、それから捕食するようです。これが厄介で発表したら、賞もらえるかな？とりあえずルーミアをゲット。それではキツネのレベル上げも兼ねて、おっきみ山の探索に行きたいと思います。で、ゆっくりした結果がこれだよ。12レベル2まで上がりました。どうやらキツネは、防御型のキャラクターみたいです。防御力の高さが尋常ではありません。昨夜さんのステータスも見ると、彼女も防御型のようです。昨夜さんはどちらかというと、S っぽいので攻撃型だと思ったんですが、予想外です。二人とも、状態異常系の技を、覚えたら、相当強くなりそうですね。それと、小さい小悪魔、ココアもゲットしました。コウマ教の、しかも、コウマ館のキャラなので、使うかどうか迷いましたが、やめることにしました。なんでかって、おそらく、私が一番使いたいはずの、キャラクターが、エスパータイプなはずだからです。憶測の領域は出てませんが。さて、それでは全国6300万人の、ファンの皆様、お待たせしました。ついに、あの人間じゃねえ奴らとの、ファーストバトルとなります。一体、どんな人形を使ってくるんでしょうかね？おお、あーこれは、ヤマメの BGM？ この BGM を聞くと、なんかキノコ狩りに命を懸ける男に、涙する男に味方する男、大切なものを粉砕する野生の、少女に味方する男の、姿をしている彼女を、思い出してしまうのは私だけでしょうか？なに？マッドショット？それに、なんだあの名前の横についてる DC って？ドリームキャスト？しかも、グラフィックが微妙に違う。これは、人間じゃねえ奴ら専用の、人形なのかな？しかしまずい。キツネは水タイプと炎タイプだから、地面属性は効果は抜群だ。落ち着け。ドイツ軍人はうろたえなーい。ゲシタポは、大嫌いですがね。とりあえずここは、次の対戦に備えて、防御力を上げておきましょう。しかも、地面タイプは確か物理攻撃だったはずですから、防御力を上げればある程度ダメージを、軽減できるはず。ですよねー、世の中そんなにうまくいくはずがありません。何か回復するものはないか？ビールがなーい。他のお酒もない。どうしよう。このままじゃキツネがやられてしまう。今日という日に感謝を、物拾いを持ってるルナを、ゲットし直しておいてよかったです。ルナに感謝。あは。マッドショットを打ってこなかったのですよねー。調子に乗った結果がこれだよ。だがまだ負けたわけじゃない。大地よ、海よ、天よ、キツネに力を与えたまえ。うおおおおおおおそこだ、やけど、くらえ、どうだ、やった、勝った、第三ベカン、ついに、人類は、たどり着いてしまった。もう満足。よくやったキツネ。とりあえず経験値が欲しいので、次の戦闘にも出してから昨夜さんと交代しますね。また名前に DC がついています。今度はチェン。もしかして、ポケモンカードとかに出てきた、悪いニャースとか、悪いリガードン的な何かなのかな？たとえそうだったとしても、チェンやもみじでは小技半減どころか、可愛さ倍増です。
どう見ても悪党ごっこです。本当にありがとうございました。と、おかしいですね。ジェンは確か、地面タイプだったはずなんですが、DC のキャラたちは微妙に、タイプが違うのかな？まあ現段階では一撃で倒せるのでいいですが、いずれちゃんと調べる必要がありますね。さて、人間じゃねえ奴らのファーストバトルも、見事勝利で終えることができました。それでは、さっさとピッピ役の人形を、捕まえに行きましょう。という夢を見たんだ。お疲れ様でした。今回はここまで。選んだ化石については、グレン島についてから答えることにします。ピッピ役はうどんげでした。ゲラ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 。それでは、また次回お会いしましょう。私実況のモアイ像でした。オープレゼンチェックバイレッツ東方。ここまで見てくれてありがとう。スペルカード、発動。See you, バイバイ。人間じゃねえ奴らを倒し。ホイホイチャーハンと化石をゲットして、いざ花出して家。はい、始まりましたよ。モアイの東方人形劇最新バージョンゆっくり実況プレイ、スタート、私実況のモアイ像です。どうぞよろしくお願いします。突然ですが、ちょっとしたサプライズ。ゴールデンボールブリッジを、ライバル戦も含めて、回復なし、ポケモンセンターの利用禁止で、突破したいと思います。え？そんなのレベル高ければ余裕だろ、バカなの？死ぬの？それともそんなことで自慢したいの？コメントが増えるとでも思ってるのだって？何を言うだー。もし本当にそのつもりだったら、サムネ一本釣り的な画像を貼り付けた方が効果的だ。あくまで見てくれてる皆さんのため、皆さんに少しでもこの動画を見てよかったな、と思えるようなプレイをしているだけです。と、自分すら騙せない綺麗事を言ってみました。そうです、稼げると思ってます。ごめんなさい。まあそんなことは置いておいて、はい、地力爪が進化してしまいました。花田の左にある草むらで、チビ秋姉妹とチビモミジを捕まえるためにさまよっていたら、こんなレベルになってしまいました。後でチラッと出てくると思います。とかなんとか言ってる間に、パパラッチを撃破。おお、次はワンコか。確か、モミジって終盤の中ボスで、しかもちゃんとした名前も設定もあるにもかかわらず、立ち絵がないという扱いを受けてることで、有名ですよね。静葉にすらあるのに。いや、もしかしたら静葉は、少しでも人気を稼ぐために、神主にジリールでも渡してたんですかね？そんな真似してるから本当に、人気がないんだー。ちょっとダメージくらいすぎな気もしますが、まあなんとかなるでしょう。次はヤツか、脇露出場か。ここは昨夜さんを出さざるを得ない。プライベートスクエアで、カッチンカッチンにしてやんよ。おお、向こうも進化してる。相手にとって不足はない。しかも、私の予想が正しければ、ヤツも進化したことによって属性がもう7に、飛び蹴り？は？何それ？ノーマル飛行のくせに、なんで飛び蹴りなんて覚えてるの？バカなの？チート？主人公だからって調子に乗ってるんじゃないわよ。おお？チビパチェ？しかも、ライバルが持ってるってことは、ケイシー役？さてここでこのモアイ像は考える。確かこの先には、ケイシーが出る草むらがあったはずだ。ということは、彼女が本当にケイシー役だとしたら、この先に出るわけで。つまり何が言いたいかというと、ついに、私の待ち望んだキャラクターが、登場するかもしれないということ。パーチューリー。モ
もし本当に出るならば、これで3人目のメンバーが決まりました。そして昨夜さんのレベルも上がり、殺人ドールを覚えたようです。だが困った。どうしよう、どの技を消そう。迷う。プライベートスクエアを消すのは、問題外。二度蹴りは、PP が多いから、雑魚戦に重宝している。ナイフ投げは、急所に当たりやすいので、個人的に残しておきたい。メタルクロウは、攻撃力が。くそ、どうする、どうするよ私。待てよ、2から5回当たるってことは、当たりさえすれば40ダメージは、確定。しかも、咲夜さんの能力で、命中率が底上げされてるから、ナイフ投げよりは有効なんじゃないか？ということで、ナイフ投げを消して、殺人ドールを覚えさせました。とりあえず、初戦はまずまず。だが、トレーナーはあと5人プラス人間じゃねえやつがいるはず。モアイ像の挑戦は続く、いざ行かん、ゴールデンボールブリッジ。確か、この橋の元ネタって、サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジでしたよね。元はあの橋、金が採掘される鉱山へと続く橋だったそうです。だからどうしたの？とか言わないでください。メリーが戻ってきたけど、新しいイベント？ボイスチェッカー、何に使うんだろう。今度機会があったら使ってみますね。こちらも愛憎、いよいよミッションスタートだ。君に与える任務は2つ。ゴールデンゲートボールブリッジの制覇と金玉の入手。これは軍からの要請でも、ましてや国連から正式に依頼できる任務ではない。あくまで非正規の戦いの依頼だ。補給、支援は当てにしないでほしい。人間じゃねえやつはこの橋の向こうで待っている。頼む連子、人間じゃねえやつの決起を阻止してくれ。奴らは優秀なトレーナーを集め、関東全体を支配しようとしている。君がここを突破すれば、奴らは必ず目をつけてくるはずだ。頼むレンコ、私は君以外に、頼れる人間を知らない。とかなんとか言ってる間に二人目。まだなんとかいけそうな HP ではありますが、油断は禁物。一度でも攻撃を食らったらおしまいだ。なんてことはないでしょうが、かなり不利な状況んじゃー。大丈夫やれにゃれにゃれる気持ちの問題だって、ダメ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 なんてそこでいつも諦めるんだよ。諦めたらそこで終わりだぞ私だって。全然見てくれてる人もいないのに恥も知らずに得意ネタまで使って、少しでも面白くしようと頑張ってるんだから諦めんなよ。よっしゃー、突破成功。ライバル戦で咲夜さんを使ってしまいましたが、残りのトレーナーはキスメのみで倒すことに成功しました。やはり何事も気合と気持ちが大事ですよね。気持ちだけで何ができるって言うんだと、本来ならここで事務船へと行きたかったのですが、面白いものを見つけました。とりあえずあそこにいる妖精を見てくれ。あいつをどう思う？すごく丸級です。なんということでしょう。ジルノとマサキ、あまりにもマッチングしすぎていて、一人で大爆笑していたのは、私だけでいいです。しかも僕っ子ジルノ。これ、なんて萌え要素？いや、あんた絶対そのままの方がウケるし、人気出るぞ。やめた方がいい。まあ、マルキューは放っておいて、さっさと事務船へと向かいたいと思います。花田シティのジムリーダーは、確か霞でしたよね。なんか霞って、どのポケモンの漫画でも扱いがひどいですよね。電撃ピカチュウでは、どう考えてもエロ担当。過激な水着や服、アングル、はたまた入浴シーンで。おっと、これ以上はいけない。しかもその漫画、コロコロなんだぜ。コロコロってことは、小学生とかも見てるわけで。いや、まだ行かない。ジムが私を呼んでいるだー。というわけで、やってきました花田ジム。トレーナーは霞以外、すべて倒しておきました。いざ勝負、新メンバーを加えた私に、叶うものなど誰一人いないわ。なんだってー、霞は S っ子だったのか。しかも水攻めとか、鬼畜すぎる。おお、立ち絵が結構可愛くなってる。
昔のレッドではどう見ても敬意をしてるようにしか見えなかったのに。さて、ここで新しいメンバーの紹介です。やっぱり出ました、パッチさん。私が人形劇を始めたのは彼女がいるからと言っても過言ではありません。いてまえパチュリー、サボリマの死神なんて蹴散らしてしまえー。よし、まずは一人目。ギリギリでしたが、さすがパッチェさん、防御力はないけど特殊攻撃力が高い。次はちびこまちの進化系か。よし、ここはキスメのくるくるスピンで引導を渡してくれる。さあかかってこい、キングオブザサボリ。こまっちゃんは結構好きだけど、勝負となれば話は別だ。しおくれて。はい？え？何が起きたの？教えて、エロい人。もしかして彼女、水タイプじゃなくて、ゴーストタイプ？アンタイプの間にゴーストタイプの、ジムリーダーになったの？てか序盤でゴーストタイプとか、一体何考えてるの？バカなの？それとも私がバカなの？お、落ち着け私、恐怖に飲まれるな。恐怖に飲まれた時、闇に引き込まれる。そうだ、私にならできる、大丈夫だ。やるんだ私、私にならできる。って無理だー。昨夜さんじゃ氷タイプと鋼タイプしか、ダメージを与えられないじゃないか。しかも、どちらも効果は今一つ。積んだ、完全に積んだ。しかも、どうせお前もビールとか天界の桃とか隠し持ってるんだろ？わかってますよそんなこと。おお、これはもしかしたらいける？いけちゃう？さすが昨夜さん、完璧で勝者なメイドに、不可能なんて文字は。ちょっと待て、いい加減にしろよ。なんで一瞬で溶けてるんだよ。氷は特殊な技を使わないと溶けないはずでしょ？もしかして、私の知らない間に弱体化された？バカなの任天堂？しかもふざけんな、回復技とかひどすぎる。こっちは正面からぶつかっていってるって言うのに、なんなのこの誇張し乗ってるんじゃないわよ。いつの間にかほぼ全回復。昨夜さんはピンチ。しかもあいつはまだお酒を隠し持っている。何これ、こんな完全な敗北、今まで経験したことあった？ないとはっきり言える。油断した、楽勝だと鷹をくくっていた。自分が恥ずかしい。昨夜さん、パチュリー、キスメ、私を生すぎりにした後で跡形もなく燃やし尽くしてくれー。だがモアイ像はまだ狩られない。次回、モアイの東方人形劇最新バージョンゆっくり実況プレイ、スタート、第5回へ続く。乞うご期待。金玉の橋を見事突破した蓮子。その調子で、勇ましくジム戦に挑むも、ジムリーダーの過激な水攻めによって、今までにない完全な敗北を経験してしまう。まだモアイ像は砕けない。見せてやる、属性の相性が、バトルの勝敗を決定づけるものではないことを、証明してやる。どうも、実況のモアイ像です。とりあえず、挨拶は後回し。今はこのドエスカスミを倒します。見せてやる、モアイ像の力が、まさにイースター島を支配する力だということを。はい、パッチェさんを進化させてきました。ですが、他のメンバーは変わっていません。弱点タイプの技も覚えさせていません。え、こんなやつ、秋姉妹、ルナチャイルドを使えば簡単に、倒せるだろって？そんなので倒したって、ちっとも面白くないじゃないですか。ディグダの穴で、ダグトリオを捕まえて、マチスと戦うぐらいにつまらないじゃないですか。大丈夫、今回はちゃんとした作戦があります。キーマンはキスメ。彼女に全てがかかっています。まずはヒノコ。こいつでダメージを与えつつ、火傷を狙います。で、相手は必ず天界の桃を、
使ってくるはずなので、それを使ってしまえば、もう状態異常を回復することはできません。あは、かかったなアホが。こんなのはまだまだ序の口だぞ。そしてキスメには、延々と火の粉を使ってもらいます。ここで、もう一度やけどを負ってくれれば万々歳ですが、本命はそこではありません。本命は咲夜さん。彼女のプライベートスクエアで、こまっちゃんの時を止めます。で、とどめはパッチェさん。こまっちゃんの氷が溶ける前に、念力で倒してしまうという作戦。だがその前に、もう一つやることがあります。それは、霞が持ってるお酒をすべて、使用させること。でなければ、パッチェさんがこまっちゃんを倒す前に氷が、溶けてしまうかもしれないからです。あれ？でもこれ、殺人ドールが全部当たれば倒せるんじゃね？運任せではありますが、試してみる価値はありそうです。お、これ、いける？いけるなら、いけるとき、そこだ、やけど、決まれ、どうだ、なんてことを、意地でもお酒は取っておくつもりか？よし、ならばこっちも意地だ。この勝負、絶対に負けられん。押し切ってやる。昨夜さんで押し切ってやる。パッチェさんの手を煩わせるまででもない。よし、素晴らしいギリギリ感。これで奴はビールを使ってくるはずだ。何個持ってるかは知らないが、それを全部使った時が運の月だ。メタルクローで攻撃力を上げ、殺人ドールでとどめを刺してやる。は？見なかったことにしよう。やることは変わらない。もしかしたら、もう一本隠し持ってるかもしれないので、まだ凍らせません。昨夜さん頑張って、私もこの寒空の中、ストーブもつけずに頑張ってるんだ。私の手はもうガチムチよ。よし、いい感じ。もしかしたらこの様子だと、もうお酒は持ってないのかな？いや、戦場では一瞬の油断が命取りになる。最後まで、最後の瞬間まで油断することは、できない。しかし、さすがに戦闘が長くなってきたので、時を操りたいと思います。それと、ここからしばらく同じことの繰り返しになります。ギリギリまでは追い詰めるんですが、あと一歩のところで倒せません。そろそろ、HP もやばくなってきました。早く焼酎を使ってくれー。くそ、回復技ばっかり使いやがって。きたーって、遅いんだよバカタレが、焼酎使わせることに、夢中になってて、HP がもうないじゃないか。何かないか？バイカルじゃダメだ、こいつは風邪をひいてる時にしか、効果がない。そうだ、木の実。こんな時は、ルナがいつも拾ってきてくれる木の実に助けを。何もねえ。回復する木の実が一つもない。積んだ、また積んだ、また私は、負けるのか？負けてしまうのか？くそ、頼む殺人ドール。急所に当たってくれー。よし、いいぞ、そこだ、急所に。ダメだ、現実は残酷だ。平気で私たちを。ぬ？あれ、ちょっと待てよ。これは。もしかして。見たか、見事作戦通り。私ってば最強ね。これが、私の本当の作戦だったのよ。さっき話したのは、ダミー。敵を欺くなら味方からって言うでしょ？さて、長かった花田ジムも、ようやく終了。次はくちばしていい、いざ、豪華客船、サントアンヌ号へ。
どうも、実況のモアイ像です。私は今、豪華客船さんとアンヌ号に乗って、ちょっとタイタニック気分を味わっていました。あそこって、実は立っちゃいけないらしいんです。タイタニックが日本で公開された当時、それを真似するバカップルどもが急増して、ちょっとした混乱になったそうです。それと、これはあくまで噂なんですが、タイタニック号は、確かに映画のようにとてつもなく大きい船だったことは間違いなかったそうなんですが、実はそこまで豪華ではなかったという話を、聞いたことがあります。つまり、何が言いたいかというと、タイタニック号は、この動画とよく似ている、ゆっくりボイスという、人気があるソフトを使っているにもかかわらず、中身がごく普通。この動画も、タイタニック号と同じように、沈んでいく運命にあるんですかねー。効果は抜群だ。モアイ像2000のダメージ。話は変わるんですが、皆さんはポケモンスペシャルという漫画を、読んだことがありますか？あの漫画だと、このサンとアンヌ号って、人間じゃねえ奴らの船なんですよ。もし、この人形劇でそれが採用されていたら、MGS2 の、タンカー円が再現できたのにと、ちょっと残念に思ってたりいなかったり。すげえ、全然食らわない。キツネって、実は強キャラ？この防御力、もしかしたらシェルダー系と同じじゃないかしら？今後覚える技に期待したいですね。今はほとんど攻撃タイプの技しか覚えていませんが、いずれ覚える技によっては、攻撃系の技は一つか二つぐらいに絞っていきましょう。マス系と混乱系の技を覚えれば最高なんですが、まあまずありえないですよね。それと、さっきは触れてませんでしたが、メリーがなんだか、ゆかり姉さんのコスプレをしてるように、見えたのは、私だけでしょうか？それとも、ただ服が似てるだけなんですかね？なんだか、この二人の関係も、ちょっと気になってきたんで、音楽 CD だけど買おうかな？ゲームの方は全部買ってるんですけど、音楽 CD だけは一枚も、持ってないんですよね。ぶっちゃけ、有名な曲はゲームの方に入っているので、CD はいらないかなと思ってタッチです。にわかサーセン。てかライバル、立ち絵は変わったけどメンバーは、レベル以外変化がないのね。パチュリーは進化してると思ったんですが。見切り？なんだっけこの技。あれか、最初の1回だけ、技を確実に回避するあれ。これってぶっちゃけ、ほとんど意味がない技だよね。大爆発とかには効果があると思うけど、それ以外 PP を減らす以外の、効果が期待できないと思うのは、私だけでしょうか？あーでも、心の目とか、次の攻撃が必中になる系の、技を使われた時には、有効かもしれませんね。対人戦なら、まず相手は確実に一撃必殺系か、普段は当たりづらいけど、当たったらヤバい系の技を使ってくるはずですからね。はい、ライバル戦も見事勝利。今のところ、3勝1敗ですね。まあでも、ライバル戦は最初以外、負ける要素が皆無だから、ここで負けたらいい恥さらしなんですけどね。それでは、さっさと船長のくせに船酔いしているダメダメ船長から、秘伝マシンをかっぱらって。は？おい、ちょっと待て、まだ秘伝マシンを、これは、孔明の罠だ。あれがないと、今後のストーリー進められないんだよー。港を抜けると、そこは千葉ジムだった。まあいい、とりあえずバッジを。え、誰あんた？何ルー語喋ってるの？まさか、あんたは若かりし頃のルー大芝？それともルーさんの子孫？まあどっちでも関係ない。私はその喋り方が大嫌いなんだー。おお、ちびるなの進化系か、結構可愛い。そういえば、電気タイプの人形、誰を捕まえようか考えてなかった。せめて一人は欲しい。
そもそも、電気タイプの人形って、一体誰なんだろう？私が見たことあるのはこのルナチャイルドしかいない。無人発電所あたりに出るのかな？しかしそれだと、波乗りを入手した後じゃないといけないじゃないか。バッジのことも考えると、ピンクバッジ入手後だっけ？波乗り使えるの。おお、これはちっこいイクさん。電気タイプが欲しいなんて考えていたら、早速最有力候補を発見。てか決定、イクさんは結構好きな方だし、何よりこの姿がツボにはまった。いいセンスだ。どのあたりで出るかはわかりませんが、いずれ必ずゲットします。で、今度は進化系か。サクヤさんは麻痺ってるし、ここはパッチェさんに任せよう。じゃあイクさん、そういえばずっと気になっているんですけど、パッチェさんとキスメはいつになったら原作技を覚えるんですかね。パッチェさんは1週間魔法の属性技を覚えているのでまだマシですが、キスメはどう考えても関係なさそうな技しか覚えてない。もしかして専用技がない？これは中ボスの宿命だというのか。だとしたらあんまりだ。一応彼女もハード以降からスペルカード使ってくるのに、まあどんなものかは知らないんですけどね。なんてこった、余計なこと話してる間に仕切り直されてしまった。ジムリーダーなら正々堂々戦え、私は回復なしで戦ってるんだぞ。このルーモドキメん？竜巻？竜巻って確かドラゴンタイプの技だったよね。竜宮の使いってことで、ドラゴンタイプも入ってるのかな？これはゲットするのが楽しみだ。うるせえルーモドキ、さっさとバッジよこしてアメリカへ帰れ。というわけでお疲れ様でした。次の動画は、ちょっと思考を凝らしたいので、あげるのが遅くなりそうです。それではまた次回お会いしましょう。私実況のモアイ像でした。オープレゼンティックバイレッツ東方。ここまで見てくれてありがとう。スペルカード、発動。See you, bye bye. こちらモアイ像、パチスロ展示家に潜入した。どうも、実況のモアイ像です。今回の任務は、人間じゃねえ組織ボスサカキの排除、そしてソリッドアイの奪還です。そして新メンバーの紹介。はい、メイリンをゲットしました。なんだかだんだん、コウマ感色に染まってきましたね。まあ強さとかタイプ関係なしに、好きなキャラクターだけ育ててるので、必然なんですけどね。さて、それではサカキとのファーストバトルです。
どんな人形を使ってくるか、ものすごくワクワクしています。オラワクワクしてきたぞー。なんと、下っ端と変わらない人形。若干拍子抜け気味です。まあ今のうちに、ちょっと前回のコメントに反応したいと思います。前回、パチュリーの技の話題で、〇〇覚えるよ、イクさんの、タイプの話題で、〇〇プラス〇〇と答えてくれた方。ウプ主は人形劇初プレイなので、できればネタバレは避けてほしいです。出てくる人形のタイプはもちろん、何レベルで進化するか、何レベルでどんな技を覚えるか、その他細かいことまで、自分で発掘するのを楽しんでいます。攻略サイトも一切見ていないので、ご協力お願いします。とりあえずはこんなところですかね。しかし、剣の覚えている技が意外にいやらしい。攻撃と一緒に能力を下げられるのは、ダメージは少ないですけどじわりじわりきますね。当て身投げを覚えててよかったです。当て身投げは、確実に後攻になってしまうのですが、確実に攻撃が当たるので、個人的に好きです。威力もそこそこありますしね。と、この子はドリームキャストもみじの、進化系でしょうか ?C が消えてるってことは、ドリーム?夢もみじ?てか、榊は動物系の人形が、好きなんでしょうか犬に猫、次は一体誰なんですかね乱様?次はスイカか。スイカは確か、岩プラス格闘タイプでしたよね。なんか、この人形劇には珍しい組み合わせの、タイプが多いですよね。さて、それでは若干問題児になってきたキスメの、登場です。いや、私が悪いんですがね。火の粉を消して、炎の渦を覚えさせたんですが、これがとんだ失敗でした。まず敵に命中しない、3回に1回は確実に外すというダメダメぶり。火の粉のままの方が、まだ良かったです。渦潮は覚えさせなかったので、助かりましたが、どうにも水鉄砲じゃ頼りなくなってきたので、水の波動を覚えさせました。こっちは普通に強いです。混乱もしますしね。とにかく、一刻も早く炎の渦に、変わる技を覚えてほしいです。デカスイカツエー。弱点タイプとはいえ、キスメにあれほどダメージを負わせたのは、お前が初めてだぜ。よし、混乱 GJ、殺人ドールでとどめ。あれ、ちょっと待ってください。スイカの名前には、ドリームキャストがついてないですね。彼女のドリームキャスト版は、まだ用意されていないみたいです。はい、というわけで、人間じゃねえ組織ボスサカキとの、ファーストバトルは、見事勝利で幕を閉じることができました。ソリッドアイも入手したので、事務戦は後回しにして、シオンタウンポケモンタワーに向かいたいと思います。だがまずは回復のためにポケモンセンターへ行きましょう。そして、つい最近気がついたんですが、ポケモンセンターのお姉さんお服が、エイリンの服に、は?これはあれだ、ゆかり姉さんの仕業なのか?心臓に悪い。とりあえず、外に出てここがどこなのか確かめましょう。なんだこのおどろおどろしい街は?とりあえず、誰かに話を聞いてみましょう。お、いい幼女、あの子に聞いてみますかね。は?いきなり何電波なこと言ってるんだこの子は?今のご時世、幽霊なんているわけないでしょ?バカなの?死んで。真鍋香織真鍋香織アシスタントが大好き真鍋香織真鍋香織担当も大好き真鍋香織真鍋香織妖怪退散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 すぐに呼びましょう名字鉄子ここは誰?私はどこ?ここがポケモンタワー?なんてこった、外よりおどろおどろしてるじゃないか。ポケモンタワーっていうぐらいだから、人形やトレーナーたちの憩いの場だと思っていたのに。ひょっとして、ポケモンタワーに行くにはソリッドアイが必要だって、言うのは、ゆ、ゆゆゆゆゆ霊が出るから?
いや、幽霊なんてこの世にいない。ただ、幽霊の話を聞くと毎晩必ず夢に出るんだ。だから聞きたくなかっただけです。てかなんだここは？ちょっとお香焚きすぎなんじゃないの？もはや火事レベル。だが煙たくない。これはキリ？いや、騙されるな私。は、私を怖がらせようったってそうはいかないんだからね。おお、ちっこいるなさ。早速ゲットしましょう。なんだか、久々のゲットシーンですね。こういう時には、このノーズが役に立ちます。いくらレベルが高くても、威力が低いからこの程度しか食らいません。え？彼女も幽霊なのに大丈夫なのかって？こんな可愛い子が幽霊のはずがない。むしろ夢に出てくれるなら大歓迎です。よし、いい感じに HP を減らせました。陰陽玉を食らえ。そうい、あとはリリカとメルポか。3人を混ぜたパーティーでも、考えようかしら？なに、十分弱っているはずなのに。まさか、もうただの陰陽玉では力不足なのか？仕方ない、虎の子の天狗玉でなんとか。昔は、全部モンスターボールだけでなんとかなったはずなんですがね。特に伝説系は、適当にモンスターボールを投げてるだけで捕まる始末。昔を懐かしんじゃうのは、歳を取った証拠ですかね。はい、というわけで無事にルナサをゲット。しかし、さすがに心配になってきたので、天狗玉を買いに一旦戻ろうと思います。それと、スーパーボールまで形が変わっているんですね。ハイパーボールとか、サファリボールを見るのが楽しみです。は？え？私は天狗玉を買いに下に降りようとして、でも実は登っていたわけで、しかし私の意志は下に向けられていたわけで、だけど現実は左肩上がりなわけで、で、一体何が言いたいかというと、何を言ってるかわからねえと思うが、魔法だとか、妖怪とか、そんなチャチなものじゃ断じてねえ、恐ろしい輪変を、現在進行形で味わっている、という夢を見ているということにしてくれ。お、落ち着け私、素数を数えて落ち着くんだ。3.141516 ってこれは、円周率だー。な、なにこれ？呪い？これはもしかして、最近ポケモンタワーで出るという幽霊の仕業？何かのメッセージ？お願いです成仏してください。別に怖いわけじゃないんだからね。ただ、夢に見るのが怖いだけなんだからね。確か、ここに出る幽霊って、人間じゃねえ奴らが殺した人形の、幽霊だって噂だよね。ふざけやがってあいつら、人間じゃねえ、本当に、人間じゃねえ、ルナティック人間じゃねえ。オーケー、今まで適当にあしらう程度にとどめていましたが、プッツンきました。だがまずは、私をここに閉じ込めている幽霊を成仏させるのが先だ。何万ダブ何万ダブアーメンハレルヤピーナッツバター悪霊退散悪霊退散成仏成仏消えあれ、かわいい。てかルナサじゃまいか。なんと、ルナサはあいつらにやられて幽霊になったのか？お、おのれ、許せん、初めてですよ。私をここまで怒らせたおバカさんたちは、じわりじわりと組織ごと潰してやるから覚悟しておけ。というわけで、昨夜さんの話術で見事和解に成功しました。どうやらあいつらはこの先にいるそうです。嫌がったな、ビッグボスかぶれの CQC を見せてやるー。ふう、ブランクがあるとは思えん。そうい。お前に、私は、殺せなーい。私の CQC はレボリューションだ。つい熱くなっちまったぜ。さて、今回はここまで、次は玉虫ジムを攻略します。それと、最後に倒したボスがいいものを、持っていました。これで、カビゴン役の人形を叩き起こすことができそうです。
それでは、また次回お会いしましょう。私実況のモアイ像でした。オープレゼンチェックバイレッツ東方、ここまで見てくれてありがとう。スペルか。おい、締めの部分で出てくるな、空気読めよ。どうも、実況のモアイ像です。ただいま、シルクカンパニー本社ビルに潜入中。突然ですが、皆さんに重大なお知らせがあります。この人間じゃねえボスとのバトルを、最後に、東方人形劇最新バージョンゆっくり実況プレイを、最終回にさせていただきます。正直、もう喋るネタがない。バトルにも突っ込む要素がなくなってきて、前回の話は無理やりメタルギアネタまで引っ張り出して、やっとこつないだという苦しい回になってしまいました。やっぱり、RPG だとネタが尽きるのが早いですね。常に動きのあるアクションと違って、RPG は同じような戦闘の繰り返し。このまま続けても、グダグダな展開にしかならないと思うので、楽しみにしてくださっていた皆さんには、大変申し訳ないのですが、ご了承ください。というわけで、気合を入れてゆっくりしていきましょう。はい、見ての通り、6人のメンバーが決まりました。ユーカリンとイクさんを混ぜたこの6人です。で、前回のコメントにもあったんですが、坂切ってロリコン。ロリコンなの？ルーミアにもミジ、そしてスイカにチェンと、ちっこいキャラばっかり。東方幼女6なの？変態なの？ペドいの？ちっこい子にピーを求めるのは病気です。精神科に行きましょう。幼女はめでるのがジャスティスでしょ？悪の秘密結社のボスはロリコンでしたとか、もはや救いようがない。人間じゃねえ奴らのボスだけあって、もはや生き物じゃねえ。もしかして、あれ？関東を支配する目的って、すべての幼女人形を手中に収めるためなんじゃないの？貴様には地獄すら生ぬるい。こんな組織滅べばいい、だが歪みねえな。人間じゃねえといえば、ちょっと最近とある動画を、見たんです。ほら、東方アニメプロジェクト。あれひどいよね。人間じゃないよね。え、何が人間じゃねえって？コメントしてる連中だ。東方アニメプロジェクトとか、東方乗っ取る気満々だって、正気で言ってるのか、ホタレめ。ズンさんに迷惑とか、心にもないこと言って偽善しゃぶってるお前たちの方がよっぽどひどいぞ。ただ自分たちが知らないところで、そんなでかいプロジェクト立てられるのが気に食わないだけでしょ？原作レイプとか、あれにズンさんがほんの少しでも関わっていたら、内容が全く同じでも勝ってすげえ弾幕張るんでしょ？皆さんの中にはいないと思いたいですが、荒らしちゃダメよ。あんな愛のある作品を、荒らすだけで終わらせるなんてもったいないどころか、人生を損してる。そんなの、見た目だけで判断して、犯罪を助長するとか抜かしてる、私たちが最も嫌ってる大人たちかっこ笑いや、議員かっこ笑いと同レベルでしょ？それにそんなこと言い出したら、エロ同人誌は愚か、この東方人形劇だって、東方の原作レイプどころか、ポケモンの原作レイプでしょ？あの人たちがどれだけ考えて、どれだけ苦労して、どれだけ愛を注ぎ込んで形にしたかも、私たちにはわからないんです。制作者の人たちではありませんからね。それにパッと見だけでうぜいだの、失礼だのコメントするのはひどい。ただ皆さんにも、制作者さんたちにも、私にも、そしてあのコメントを書き込んだ人たちにも、共通しているものが一つだけあります。それは、東方を愛しているということ。幻想郷が大好きだということ。あの世界で弾幕張って、笑って、時に苦しんで、宴会を開いてワイワイしてる。あの世界の住人たちが大好きだということ。ゆっくりボイスでこんなこと言っても全く締まりませんが、あとあのアニメプロジェクトに必要なのは、皆さんや私たちの愛なんです。そして、まあこういうのもありだな、こんなのよく同人で作ったなという認める心。
完成したものも見てもいないで、文句だけコメントして帰っていくとか、原作をプレイしないで東宝は、エロゲーとか言ってる連中と同じじゃないか。初めて原作プレイした時のことや、アレンジ音楽聞いたことが、一緒にその話題で盛り上がったことや、一緒になって、ゲームや同人、動画作成頑張ったことまで、そんな思い出や心が詰まっているのが、私たちの東宝プロジェクトなんだ。東宝は原作だけが東宝プロジェクトなんじゃない。私たちがいて、私たちが愛して、初めて東宝プロジェクトなんだ。それを平気で荒らすなんて、あいつら人間じゃねえ。EX 人間じゃねえ。榊、お前も人間じゃねえ。昨夜さんは滅びん、何度でも蘇るさ。さあ、言いたいことは言った。あとはこの動画を荒らすも晒すも、アニメプロジェクトに関してどうこう言うのもみんな次第だ。最後の締めだ、熱く実況していきましょう。さあ榊、排水の陣だ。水の波動でとどめを刺してやる。と、言いたいところですが、それじゃ面白くない。最後はやっぱり昨夜さんに決めてもらいましょう。私が最も信頼している人で、引導を渡してやる。お願いします昨夜さん、完璧で勝者なメイドの、力を見せてください。よし、手素早さが。まずい、これはまずい。だが諦めん、私は諦めないぞ。大事なのは計算だとか、弱点だとか、相性だとか、ステータスの高さなんかじゃない。自分の仲間を信じる心だ。今からそれを、見せてやるぞ榊。人形を金儲けの道具としてだけ捉えてるお前には、一生たどり着けない境地がある。私とお前とでは、思いの重みが違うんだ。お前が私に勝てないのは、たったそれだけ。だが最も必要で、最も大切なものだ。それがわかるかー、ロリコン親父。つい熱くなっちまったぜ。さて、最後になりましたが、今までこの動画を見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。次はスーファミで、ロックマンでもやってみようかな。面白いとは聞いてるんですが、やったことないんですよね。どうも、はじめましての方ははじめまして、ゆっくりも愛です。初めてじゃない人は、証拠りもなくまた帰ってきました。またよろしくお願いします。今回は、前回の続きっぽい匂いがしますが、なるべく初見の人にもわかりやすく作ったつもりです。それでは、ゆっくりしていってね。前回までのと週刊パニにてビッグペドフィリアこと榊を撃破した連呼。あれから2年もの月日が流れた。
その後、関東地方のバッジをすべて入手し、関栄高原の四天王を倒し、ドールリーグの頂点にまで上り詰めた蓮子は、最強の人形使いとして名を馳せることとなった。そんな彼女の元に、一本の電話がかかってきたのであった。はいはい、蓮子さんのマネージャーのモアイ像です。ご用件をどうぞ。この通話は、盗聴される危険があるので手短に話す。はぁ？蓮子くんに伝えてほしい。彼女の壊滅させたはずの、ロケットガンが、蓮子くんたちの学校がある京都地方にて、恐るべきお姉様か計画というとんでもない悪巧みを、実行しようとしているらしいんじゃ。いや、その前にあんた誰だよ。なんでそんなこと知ってんの？そんなことはどうでもいい。頼んだぞ、京都地方での、新しい冒険と、ロリ。でふんでふん、人形たちが、蓮子くんを待っとるんじゃー。おい、ロリコンジジイ。また自分にできないことを子供に丸投げする気か？な、何を言っとるんじゃお前は？なるほど、ロリコンのあんたにとっては、死活問題だろうからな。とりあえず、彼女は休みで、追っかけから逃げるために関東地方に来ているのだろう。今や彼女は、カリスマ的人形使いとして、全国で知らない者はいないほどの、有名人だ。普通に譲渡入りしてしまっては、人目につきすぎる。そこでじゃ、時はシティから西へ行ったところ、チャンピオンロード入り口前に、一部の人間しか使用できない通路がある。今蓮子くんのパソコンに、最近完成したばかりの全国人形図鑑を、送りつけたんじゃ。それを見せれば譲渡へ通じる秘密の道へ通してくれるじゃろう。おい、勝手に話を進めるなよ。誰も行くなんて一言も言ってないだろう？いや、そこは言ってもらわないと話が、進まない。知るか。もうすぐそちらに、向かいのコンバットタロンが一気到着するはずだ。それで時はシティまで送ろう。いや、そのコンバットなんとかってなんだよ。って、何蓮子さん準備してんの？ふはははは、さて、そろそろティータイムの時間なのでな、これで失礼するよ。ロリ揺れろ、ロリ揺れろ、ロリ揺れろ。なんかあのジジイ、2年経ってさらに変人になってない？まあいいや、そんな感じで、今回の旅が始まったわけだった。機内の減圧完了。酸素供給状態確認。降下6分前。後部ハッチ、開きます。日の出です。外気温度、摂氏マイナス46度。はぁ、あ、何それ、殺す気？ゲンジーに乗って移動した方が断然楽だよ。時速130マイルで落下する。風速冷却での損傷に注意しろ。まるで人ごとだな。目の前にいたらパラシュートなしで、蹴り落としてやるとこだ。カット。長くなってきたんで、さっさと落ちちゃいますね。こっからは、ちゃんと人形劇のムービーです。無事着陸に成功。本編始まるまでに4分以上かかってるけど、初回だってことで勘弁していってね。それじゃあまず、ゲンジーをボックスに預けるついでに、この動画のために集めた人形を、チラチラ見せちゃうよ。ほとんど育ててはいませんが、一部を除く進化前の人形は、すべて入手しているはずです。なので、今回から皆さんのリクエストに、バシバシ答えちゃいますよ。後でいろいろ説明入れますね。とまあ、だいたいこんな感じです。それとさっきちらっと見えましたが、今回のメンバー、実は適当に組み合わせたのではなくて、ちゃんと共通点があります。進化前だったり、進化が中途半端なのがヒントなんですが、約1名カリスマダダ漏れな名前が混じってるので、バレバレですね。はい、ちっこい咲夜さんという動画をご存知でしょうか？その動画に登場する、いわゆる小さくメンバーです。レベルと進化状況にしては、明らかに高いステータスとなっているんですが、チートじゃないですよ。これが努力値というものです。よくわからない人は、ググってみるといいです。すごいですよ。最終進化形態にもなると、時々6とか8とか一気に上がるからね。努力した分だけ、人形たちは歪みねえボディを手に入れ、最近だらしねえプレイヤーたちは、歪みないで。おい、
トが今いいこと言おうとしてるのに、なんてタイミングで出てくるんだよ。チェーン。まあそんなわけで、メイリン以外の5人は相当時間とゲーム内通過かけて、育ててあります。なんて言ってる間に、譲渡地方への入り口に到着。これより、ミッションスタートです。実はここ通るの、2回目だったりするんですよね。最初、下が譲渡地方だって知らなくて上に行ったら、なんかチャンピオンロードの入り口に連れてかれた。ネタとして面白いかなと思ったけど、空を飛ぶ人形持ってなくて、若干イラッときたんでカットした。では、ここから初見です。譲渡地方は結構難易度高いって、聞いてるんで、楽しみです。なんかこう、心躍る展開があるんですかね。とりあえず、上陸してみての感想。これ本当に一人で作ったの？全然進んでないけどクオリティ高すぎだろ。そして、一人目の人形使い発見。すげえ、マックからトレーナーの配置まで、ほとんど原作と変わらないじゃない。何を出してくるかわからないけど、約1名レベルおかしい人いるから大丈夫よね。まあ、譲渡入り最初の人形使いだし、大した人形は持ってないと思うんですよ。弱点タイプが来ない、いきなり妹様最終形態とかふざけんなよ。縮小、レベルは上でも、進化状況と相性が悪すぎる。まさか最初からこいつに頼る羽目になるとは、思わなかった。くらえ、必殺の、小さく、ラップあると、時は止まる。とは言っても、昨夜さんの技は氷と鋼しかない上に、攻撃力が30兆。おい待て、どうして一瞬で溶けるの？バカなの？死ぬの？炎タイプに氷は無効なの？ごっそ、もさもさ、くるみおばさんのメロンパンを食べて回復。そしてもう一発だ。頼む、今度はそのまま凍っててくれ。それにしても、状態以上の氷弱くなりすぎじゃない？いや、昔が強すぎたんだけどね。よし、今度は成功。メロンパン美味しいです。しかしこのままじゃまずいですね。交代することにしましょう。誰にしようかな？なるべくまんべんなく使っていきたいんですが、ここはチルネイにお任せしましょう。チルネイは、氷と水タイプだから、なんとかなるはず。特攻も高いので、おそらく波乗りで一撃。おお、強い強い。さすがカリスマダダ漏れの妖精、もう丸級なんて言えない。おお、次はユーギ姉さんか、こちらも交代することにしましょう。で、今さら気づいたんですけど、このメンバー、格闘タイプに弱すぎじゃね？縮小、想定外のことばかり起きる、これが譲渡地方か。まさか、こんなに早く切り札のザワールドと、メイリンを使う羽目になるなんてな。まあ切り札と言っても、このメイリンはレベルが高いだけで、大して強くないんだけどね。私が前に上げていた動画を、見てる人ならわかるとは思うんですけど、あの時使ってたメイリンなので、かなり適当に育ててます。努力値とかの配分なんて、全く考えずに育てていたので、85にしては大したことのないステータスになってます。つまり、何が言いたいかというと、レベル差があれば、適当に育てても勝てる。こんな風にね、そして、次はもみじか。みんな誰がいい？おでう様？魔界長？残念、くるみおばさんなんだ。この人と魔界長は、大して知らないのにメンバーに入れたんだけど、確か吸血鬼なんだっけ？魔界長は、チンキ様のメイドだってぐらいは知ってるんですけど、くるみさんは小さくで初めて見たキャラクターなのよね。だからよく知らない。お願いずんさん、リメイクとは言わないから、旧作再販して、お願いします。嫌なんですよ、ネットオークションとかで、バカズラぶら下げて、希少価値あるからって法外な金額要求してくる東方のとの字も知らないドブサレからなんて、とてもじゃないけど買いたくないよ。みんないくらするか知ってる？30万から70万ぐらいするんだよ。5作品合わせて。しかもそういう奴らの大半って、開封しないんですよね。ウケるよね。そういうとそいつら決まって、いや、開封したら価値が下がるでしょ？バカだなお前って言うんだ。バカはお前だ。
プレイしないゲームなんて、フリスビー以下の価値しかないただのゴミだ。何？何のために買ったの？お前も転売するの？いや、そばにあることに意味があるんですよ。そんなことも知らないんですか？理解できない。転売屋は滅びろ。お前らなんかより宝石集めてウフフフって喜んでるおばさんの方がはるかにマシだ。宝石は自分の眼で干渉したりするものだ。ゲームはプレイするものだ。ポスターは貼って眺めるものだ。同人誌は読むものだ。カッター、上都地方最初のバトルはおでん様が決めてくれました。さすが歩くカリスマ。そこに痺れる、憧れる。しかし、案外レベル低いんだね。もっと高いと思ってたよ。お、何これ？再戦できるの？でも今は時間がないから、また今度ね。どれ、人形の入れ替えでもしようかしら。誰にしよう？うん、魔界長に任せよう。まだ戦ってないしね。そして、やっぱりいたか。二人目の人形使い発見。ということは、あの家は回復所だね。何出してくるのかしら。炎タイプと格闘タイプだけは、勘弁してほしい。キャーイクさーん。なんか、格タイプの上位キャラばっかり出てくるよ。だが相手にとって不足はない。魔界長、切り刻んでやってください。おお、ただのナイフ投げなのに結構食らうね。向こうもなかなかやるな。お返しに一戦。この技かなりのお気に入りだよ。電光石火の鋼バージョン。多分最後まで残す予定。おい、ちょっと待て。モコタンとかふざけんな。炎に格闘とか最悪の組み合わせじゃないか。いじめ？いじめなの？やべえ、このメンバーモコタンに弱すぎる。強いの一体出てきたら全滅するんじゃないの？モコタンインスタを。お腹出してるとかで引くよ。さて、チルネイは一回使ったんで、早送り、ちょっとアンケートの説明をしますね。さて、今回は小さくメンバーで行ってみたんですが、いかがだったでしょうか？なんか、そんな感じのリクエストがあったらお願いします。バカルテットとか、ニジカワ三姉妹プラスミスチーとか、単純に綺麗でんメンバーとか、ちっさくみたいな動画ネタとかでも構いません。リクエストのメンバーがあったらコメントしていってね。あと、前回の動画から見てくださってる皆さん、今回も見てくれて本当にありがとうございます。で、その最終回の動画に、なんで霊夢が嫌いなのかは最後まで謎だったな、というコメントがあったので、答えます。いや、やっぱやめとこう。キャラ設定をよく見てください。人として、何か色々とおかしいってことがよくわかるはずですよ。なんか、私が人間である限り、あいつの存在を認めちゃいけない気がするんだ。まあでも、今回はリクエストがあれば、前に嫌いだって言ったメンバーもちゃんと使うよ。そして、無事に若葉タウンに到着。今回はここまで。次回は隣町の。名前忘れた。それじゃあまた見てね、バイニー。意気揚々と、ロケット弾を壊滅させるために、上都地方への一歩を踏み出した蓮子。しかし彼女たちを待ち受けていたのは、上都地方の洗礼だった。最終進化形態を、四天王でも、ボス人形使いでもない道中人形使いが、平然と使用してくるという下道。しかしこれは、これから始まる悲劇の序章でしかなかった。どうも、おはようございます。若葉タウンについて早々なんですが、特に真新しいイベントとかもないようなので、さっさと先に進んじゃいますね。と、現地民を発見、ちょっと情報収集してみましょう。何も知らないようです。先を急ごう。そういえば、前回は草むらをすっ飛ばしちゃったんで、今回が初潜入ですね。
待て。勘弁、逃げろ、回避。なんだこれ？おかしくない？これが普通？上都地方では普通のことなの？やばい、レベル50あればなんとかなると思ってたよ。畜生、こうなったらやむを得ん。ハイパーステルスタイム、これより、ステルスモードに移行する。よーく狙って。ナイスヒット、人形機械との戦闘はなるべく避けていきますね。おやすみ、いい夢見ていってね。そうい。もっと端っこを歩いてね。やっと隣町か。いつ襲われるかと、生きた心地がしなかったよ。とりあえず回復だ。調査は後にしよう。あれ、いつもの引用玉を置く作用はないんですね。さすがにそこまでは再現不可能だったか。いや、そんなことより、ロケット団の情報聞きたいんですけど。まあいいや、それにしても、この再現率は素晴らしい。どれ、ちょっとお店も覗いてみることにしましょう。おお、ニトリンじゃないか。これは何か購入せざるを得ない。お値段以上の品が揃ってるの？ BGM まで変わった。お店番してるニトリン、かわいいよニトリン。それじゃあ、服従層が少ないから買っていくよ。あとは特にないかな？それじゃあね、また来るよ。しかしこれは反則だろ。ニトリンが店番してたら、道具買わないと店出る気にならないじゃないか。どれ、早速調査の続きを。そして、いつもの違和感のないカット、ムービーメーカー美味しいです。いや、今回はバッジを集める旅じゃなくて、ロケット弾を壊滅させる旅なんですけどね。特にいい情報は得られませんでした。さて、ちょっとチルネーに隣の小島まで連れて行ってもらいましょう。え、チルネーに波乗りっておかしい？いやいや、そんなことないですよ。ちょっと想像してください。チルネーが、レンコさんを背中に乗せて、泳ぐ姿を想像できます？できないですよね。チルネーの波乗りは、まずレンコさんをお姫様抱っこして、こう、行きたいところまで水面を凍らせて、スイスイって滑ってるんですよ。やばい、自分で想像して鼻血出そうになったよ。チルネーカリスマだだ漏れすぎる。しかし、ろくな情報が得られない。どうしたもんだろう。やあやあ、レンコくんともアイゾーくん、随分と難儀しているようだね。誰のせいだと思ってるんだこの野郎。まあまあそう一理立つな。情報が得られないんじゃ仕方ない。前回と同じようにバッジを集めながら旅をするというのはどうじゃ。レンコ君も結構ブランクがあるようじゃしな。腕を取り戻しつつ旅を進めた方がいいと思うぞ。そのうちロケット弾の情報も耳に入ってくるだろうしな。いや、私はさっさと帰りたいんですけど。しかしそうしないと話が進まないんだよ。メタな会話をするな。おっと、そろそろティータイムの時間だ。これで失礼するよ。判断は君たちに任せる。おいじじい、畜生、通信切りやがった。まあいい、バッジ集めも、暇つぶしぐらいにはなるだろうしな。第一ストーリーが進まないのが、一番困る。あいつの手のひらに乗っているようで嫌だが、ここは仕方ない。先を急ぐことにしましょう。さあ、ゴーテウザクサムラ、おろ、出てこない。あはは、野生人形め、恐れをなしたか。よく考えたら、木の実を食べる人形って、なんかおかしいですよね。まあでも、世の中には紅茶にうるさい赤いのとか、いちご大福大好き人形とか、乳酸菌取ってる人形とかいるから、ありなのかな？しかし、素晴らしい草むらスルースキル。どうやら私の恐ろしさに気づいた人形たちは、部屋の隅でガタガタ震えているらしい。ようやく出てきたか。まあウィスキー進化ま、ごめんなさーい。死にたくなーい。死にたくなーい。私は生きてるんじゃなかった。生かされているんだー。やめて、昨夜さんをいじめないで。さあ、やるなら私をこの鞭で叩きなさい。
ょ。二人とも、そんなお仏を見るかのような目で、私を見ないで、興奮しちゃうじゃない。いやあ、あらめえ。昨夜さん、冷凍ビームがこっちにも飛んでくるー。凍っちゃう、私凍っちゃうのー。すみません、取り乱しました。しかしなんかいい状況になってない？信じられないだろ？レベル13も差がある上に、進化前なんだぜ、昨夜さん。おお、惜しい惜しい。ここはナイフ投げでかっこよく決めれそうだね。で、またメロンパン食べてるの？まあ成長期だから大丈夫か。終わりだな、ダメ押しにもう一本。え？嘘だろ？いくら攻撃力が低いからって、こんなことありえるの？畜生、マナチャージ覚えさせるのはつまらないから、趣味で取っておいたナイフ投げだけど、これじゃ本当にお遊びどころか、プラスチックのナイフ投げてるようで。想像したら結構可愛いから OK、非力な昨夜さんも、なんか燃えるよね。さて、いよいよ次は城都地方で、3回目の人形使いとのバトルか。まあ所詮短パン小僧が使ってくる人形だし、大したのは持ってないはず。見事突破してやんよ。ちょ、待て、誰だお前は。あなたは誰？リグル？リグルお姉さんなの？もはや別キャラになってるじゃないか。だが可愛い系お姉さんだから許す。なんかバカルテッドメンバーって、基本的に最終進化系になるとガラリと外見が変化するよね。秋姉妹とかも、愛の力なの？おお、強い強い。だがあと一歩足りなかったな。とどめだ、ゆっくり冬眠していってね。おやすみ、疲れたぜ。ふう、しかし、ここまで苦戦するとは思ってなかったよ。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。次回はちょっと小さくメンバーには、お休みしていただいて、前回のアンケートでリクエストのメンバーの中から選んで、育ててくるよ。努力値とかもマックスまで上げたいから、動画上げるの遅くなると思うけど勘弁していってね。こんな感じで、のんびり言う、嘘だどんどこどーん。どいてくれ、強いのは分かったから、どいてくれ。格闘タイプに変えたと思ったら、最高クラスエスパータイプが飛び出してくるなんて、このゲーム人間じゃねえ。だが引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ、モアイ像に闘争はないのだー。おお、ああそうか、アリスは確か、氷も混ざってるんだったよ。なんだ、それなら全然ダメじゃねえかー。メイリンは、ドラゴン格闘だよー。危なかった。さて、とりあえずこんな感じで、使ってほしいメンバーのリクエストは、次の回に使うことにするよ。そうすると、リクエストを待ってる時間が省けるからね。前回の以外にも、使ってほしいメンバーがいたらどんどん書き込んでいってね。あと、なんか質問があったら適当な場所に書き込んでください。答えられるものなら、どんどん答えちゃうよ。それじゃ、バイバイ。また見てね。動画の尺がなくなった結果がこの、早口だよ。京都地方での最初の草むら、そこで待ち受けていたのは、手持ちの人形よりはるかにレベルの高い人形たちだった。命からがら逃げる私と蓮子さん、しかし追撃はやむことなく、さらに野良人形使いまで、我々に牙を向いてきた。襲い来る激しい攻撃、マンネリ化する戦闘。それを打開すべく、4人の人形たちが立ち上がった。
弱なステータス、レベル100間近になって、やっと100を超えたような攻撃力と防御力が。なんということでしょう。とてもエスパータイプとは思えない、強靭な肉体を手に入れることができました。また、特殊攻撃することしか能のなかった技の一覧も。なんということでしょう。戦いの基本を忘れぬ、武器や装備に頼らない、格闘を重視した技となりました。育成費用も、なんとか予算内に収めることに成功。依頼主の、喜びの声が聞こえます。そうですね、マッチェさん。どうも、おはようございます。早速今回は、秘境シティのジムリーダーと戦ってみたいと思います。原作と違って、人形劇の飛行タイプは侮れないので、気合を入れて挑戦していくよ。どうやら、ジム内の人形使いは、リーダーだけのようですね。もはやレベル上げは四天王フルボッコで済ませられるので、面倒が省けて嬉しいです。そうだね、許せないよね。飛行タイプなんて、打撃オンリーパチュリーですら楽勝だもんね。いくらなんでも他のタイプバカにしすぎでしょ。お願いしますマッチェさん、最近だらしねえ思い上がってるジムリーダーに、カツを入れてあげてください。これからご覧いただく映像は、史上最強の肉体を持った、マッチェさんのバトル風景である。すり足を極めし者はバトル上を制す。は、マッチェさんの移動速度を、肉眼で捉えようとするなど愚かしい。日々繰り返された嫁修行は、肉体の回復を起こす。マッチェさんの防御力は、ゲーム仕様に縛られない。さすがのマッチェさんも、毒攻撃には一目置いている。幼少からの稽古が、この超肉体を育てるのである。そして今までの行動は、様子見と準備運動にすらなっていない。マッチェさんは気を操ると同時に、空気も読めるのである。そしてマッチェさんは、主君への恩を忘れない。マッチェさんの放つ拳は、時に閃光として視覚される。そして、時にその拳は空間すら歪め、破れた人形は、命を落とすことすらある。お手様の生足とパンチラの誘惑も、マッチェさんには通用しない。だが油断してはならない、相手も同じ人形である。そして、本気でマッチェさんから放たれた拳は、音速を超える。それによって、強力な磁場が発生することもある。そのような凄まじい破壊力で放たれる拳は、常人なら即死である。瀕死？いいえ、死亡です。マッチェさんの前では、ゲーム仕様すら意味をなさない。しかしマッチェさんは、慈悲の心を忘れない。バトルが終われば、女神のような手厚い解放が待っている。そのマッチェさんが目指すのは、人形劇最強の頂である。マッチェさんが本気で腹筋を固めた時は諦めた方がいい。どのような攻撃も無意味である。お嬢様のブンブニルを、腹筋だけで受け止めたことはあまりにも有名。そしてマッチェさんは、仲間の見せ場を作ることも忘れない。それじゃあ皆さんお待たせしました。我らが KY、キャイクさん。ごめん、名前には突っ込まないで。ついで気心だったんだ。で、今回のメンバーがこれで大体わかりましたね。そうです、リクエストのあったおわた四天王を、おわたじゃない四天王にしよう計画だったんですが。よく考えるとこの人たち、人形劇ではおわたどころか、強キャラの一角ですよね、ははは。ふふふ、どうだわキロ室長？雨乞い後の、なんだってー。嘘だろ？特攻度よっちマックスの雷だぞ。てかなんで急所に当たったのに倒れないんだよ。しかもなんで効果抜群じゃないの？バカなの？死なないの？弱点潰しなの？意味わかんねえ。強すぎだろこいつ。これだから主人公補正は嫌いなんだよ。こんなんじゃフィーバーできない。しかもなんかをよく聞いてるし、なんなの？マッチェさんの時は BGM まで変わったのに、私の扱いあんまりじゃないっすか？かっこよく一撃でフィーバーしようと思った結果がこれだよ。なんだこのグダグダ。しかもこの HP 完全に回復クラブ。ほら、だよこれ。
これだから空気読めない奴は嫌いなんですよ。あーやだやだ、もっと私を見習って、リーバーするといいわ。船の赤ならいつでも飲ませてあげるわよ。さあ、さっさと空気を読んでこの私にやられなさい。よし、いい感じ、次のフィーバーで一撃ね。てか、なんで私みたいな一撃必殺専門の、キャラクターが、こんな HP 削ること考えなきゃいけないの？あーやだやだ、主人公補正が目覚ましい、さっさと私の目の前から消え撃てなさい。なんだと？なんでやられないの？てかずっと早口だと疲れますね。カリスマ懺悔室の人の凄さを痛感しました。でも、これでとどめだ。しかし、努力値なしでこの強さは反則でしょ。さすが、努力なしで最強になれる程度の能力、すごいなぁ、憧れちゃうなぁ。ここからいなくなれー。そしてイクさんお疲れ様、あとは彼女にお任せ。月からの逃亡生活で、原始能力を身につけたデンジャラスラビット、冷戦うどんゲーム稲葉の入場だー。相手は新しい丸級キャラの奥、だが油断は禁物だ、奴の炎は侮れない。奥には、常時乱化状態になっててもらいましょう。太陽これは、かの有名なビッグサルが編み出した新儀式、太陽降臨の儀式じゃないかー。わからない人は、MGS4、太陽銃で検索してみるといいよ。混乱状態で眠るって、結構プレッシャーだよね。起きなくてフルボッコ、起きても混乱の恐怖が待ち構えている。まさに八方塞がりだね。ゲラ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 。あはは、しかも眠ってるうちに影分身なんてやられた日には、たまらないよね。どうしたの？早く起きないの？でも混乱してるよ。ダメージ受けるかもよ。しかも当たらないかもね。今どんな気持ち？ねえねえどんな気持ち？テンション上がってきた。スーパー影分身タイム。あれあれ、やっと起きたの？でも避けるよ。今さらだよね。ゲラゲラゲラ。日差しが強い？そんなの関係ね、当たらなければどうということはない。ほらほらどうしたの？また混乱しちゃったよ。お得意の展開の桃でも食べたらどうなの？どうやら思っていた通り、力があってもバカじゃ何もできない。いやー。あちゅい、死んじゃう、助けて、もうお家帰る、だめー。なんということを、お前は今、世にも恐ろしかった。同じネタは、疲れるしつまらないよね。さて、いよいよ彼女の出番ですね。専用 BGM、オン。あれ、すみません、間違えちゃいましたよ。俺の本能が叫ぶのさ。勝手に出てきちゃ。貴様らを殺せと。いや、だから虫けらが生かして返せん。あ、もうダメだ。余裕かましてんじゃねえ、バイオレンザピーン。お、怖い怖い。てかミニちゃんって、こうタイプなんだね。ミサイルだから。そして妙にマッチする若元ボイス。今死に、すぐ死に、骨まで砕けろ、ジェノサイドブレイプ。失望したぞ。この力の差はどうだ。貴様も俺の渇きを癒せはしないというのか。ふう、なんか後半いろいろ食われてた気がしますが、とりあえず城都地方最初の事務戦は見事勝利しました。さて、残りは前回や前々回あったコメントに少し反応しつつ、世間話をしながら進めていくよ。と言っても、反応する質問は一つしかなかったけどね、ゲラゲラゲラ。とりあえずカット、今いる場所は、秘境シティ下の草むらです。それで、確か内容は、このゲームどこで買うの？だったかな？お答えします。と言っても、書いてくれた人には悪いのですが、望むようなコメントは不可能ですね。私はこのゲームに関することを、喋る権限は持ってないんですよ。おそらく、どこに行ってもそういう反応が返ってくると思います。周りくどい言い方をしても、ためにならないので、はっきり言いますが、自分でいろいろ調べてください。それで無理なら諦めてください。こんなところですかね？
他にもうつ主に関する質問などもあったらどんどん書き込んじゃってください。あとリクエストする人形に関してなんですが、なるべく皆さんが知ってるネタな組み合わせだと採用がされやすいです。あとはうつ主の趣味や気分になってしまうんですがね。まあゆゆ様とかエイリンとか単発のリクエストでもおそらく大丈夫かな。そのキャラクターでピンとくる組み合わせが思い浮かべば登場する可能性はあります。さてと、あとは何かベラベラ喋りたいことがあるので暇な人だけゆっくりしていってね。さて何から話そう。ああ、そうそう、先日ついに東方の新作体験版が例大祭で発売されましたね。それに伴ってプレイ動画なども上がってランキングにまで顔を出してきていますよね。あれすごくうざいよね。消えてほしいよね。私はあの動画のせいで今非常に機嫌が悪いです。え、なんでかって、わからない。まあ理解できない人には理解できない話なので適当に聞いててください。案外真面目な話だったりするんですけどね。私は別にあげることに反対はしてないんですよ。むしろどんどんするべき。例大祭に行けない人はたくさんいますからね。体験版だからお店とかでも発売されないし、それを動画でいち早く見れるってのは嬉しい人にとっては嬉しいことなんですよ。ですがね、ちょっとおかしいというか、動画上げてる人の神経疑いたくなるような動画がランキングに顔を出してるんですよね。あげるのは構わない。だけどね、サムネに診断幕とか、新キャラクター、タイトルや投稿者のコメントで、ネタバレするやつって、頭湧いてるんじゃないのって、リアルにそう思う。そして、いつものように、この動画にも流れるんだろうね、見なければいいじゃんって。頭弱いの？バカなの？サムネって言ってるでしょ？タイトルだって言ってるでしょ？みんなはまず動画を見たいなぁと思って見るのって動画の内容じゃないよね。サムネ、そしてタイトルを見て見る人は投稿者のコメントも見て決めるよね。つまりね、どうしても目に入るのよ。で、それを見た時に初めて、あ、私はネタバレされたんだって気づくわけ。そして湧き起こるやり場のない怒り、地霊伝の時はその怒りがマックスになって、サムネとタイトルがネタバレなので今すぐ動画を消してサムネとタイトル、コメントを修正してあげ直してくださいってつい書き込んじゃったんですよ。そしたらどうなったと思う？なぜかね、私がぶっ叩かれまくってるの。意味わからないよね。私何か悪いこと言ったの？流れるコメントは、アンチオツ、とか、うつ主、アンチに負けるなよ、とか、例のごとく、嫌なら見なければいいじゃん、とかばっかりで、誰も共感してくれる人なんていなかったよ。そこで私は悟った、ああ、所詮こいつらも、人間なんだなって。自分を欲望に忠実で、それを邪魔するものは、たとえその人が、世間一般から見て正しかろうと、間違っていようと、そんなの関係なしに追い出そうとする。そりゃそうだよね、人間の構造がそうだもの。白血球が異例だね、あいつら実は、体にとって悪いものなんだよ。で、その中に、同じ悪いものなのに、自分たちと違うやつだったりすると、ここからいなくなれって、殺すの。だけどね、そんな白血球も、ある程度の数までなら、人間と共存できるけど、一定を超えちゃうとね、病気になるの。それが白血病。言いたいこと、わかるよね？ただね、私たちは一定の行動しかできない。白血球ではないし、病原菌ではないのよ。他者を認め、気持ちを考え、理解を深めることもできるの。それがね、人間だと思うのよ。だけどね、逆もまたしかり。それはね、人間が誕生してから人間同士の争いが絶えたことがないのがいい例だね。今でもね、戦争や紛争が起こってる。人間は他者を見下し、けなし、踏みにじり、淘汰し、傷つけ、
そして、命を奪い合いながら生きてる。今の人類には、共存なんて言葉はない。あるのはただ、利用価値があるかどうか、あるなら生かしておいてやる。なければ、邪魔になってないうちの命は保証する。邪魔なら消す。これほど醜い生き物が、他にこの地球上に存在するのか？いや、断言できる。いない、確実にいない。そこらにいる、ハムシにすら劣る生き物、それが人間。そんな人間が、自分と違った考えを持ってる他人を、認めることなんて断じてない。共感できることなんて、断じてない。共存なんて、できるわけない。つまり、もっとゆっくりしていってね。ゆっくりしていってよう、ゆっくりしていってよう。バイオ5丸上げの人の、消去されてたね。そしたら、アカウント消えるまで上げるだって、死ねばいいのに。つまり、話をまとめるとね、私はね、製品版まで待ってる人なのよ。地霊伝の時もそうだったしね。そういう人もいるってことを、忘れないでいってね。なんか長くなってしまいましたね。さて、次は。また名前忘れちった、ひわだタウンだっけ？ちょっと曖昧。金銀は、メンバー6体を全部色違いにするほどやり込んだんですが、どうにも街の名前が曖昧ですね。なんか覚えにくいよね。小金シティとか、アサギシティとかは、覚えてるんだけどね。みかんちゃん可愛いよみかんちゃん。あ、そうそう、今回から、パッチをちょっと入れ替えたんだよ。忘れてた、それを説明するの忘れてたよ私。前回言ってた、人形劇の世界観が、360度変わるようなのを、見つけたって言ったよね。それのおかげで、マッチェさんはあの肉体を手に入れることが、できたんですよ。通常、人形劇の努力値は、合計510で、一つのステータスに、250をしか振り分けることができないんですよ。ですがね、今回入れたものは、その努力値の合計が1530になるものなんですよ。つまり、6つのステータス、全部に振り分けることができる、努力値を上げることが好きな人には、素晴らしいよレクエー的な、ものなんですよ。でもね、1回の戦闘で、だいたい1から3しか入らない努力値を、1530も稼ぐのは難しいし、何より全部に振り分けたらつまらないので、ある程度は自重してあります。みんな弱点があるんですよ。マッチェさんは、特攻と特防がゼロで、イクさんは、攻撃力と防御力、コマッちゃんは、防御力と素早さ、ウドンちゃんは、攻撃と特防、特攻だったかな。それでもとんでもない時間がかかりそうだったんで、人形入手という、努力値を稼ぎやすい草むらがあるパッチなどが入ってる、総合パッチを団長の思いで当てたんですよ。あまりそういうのには、頼りたくなかったんですけどね。さすがに毎回これをやってたら、時間がかかりすぎるからね。でも、レベル上げは四天王とかでやってるよ。なんかね、そのパッチ当ててると、不思議な飴とかも100円で、買えるんだけどね、ちょっとあれは抵抗がある。なんかね、ステータス下がる気がするんだよ。多分ないとは思うんだけどね、わかる人はわかるかな？ほら、昔はさ、不思議な飴とか、通信して、育ちやすくなってるやつは、ステータスが低いって話が広まってたよね。それがね、頭にあって、未だに不思議な飴だけは受け付けない。てかまた早口かよ、うぷぬし計画性なさすぎなんだよ、バーカバーカ、それじゃあね、バイバイ、また次回お会いしましょう。